サイドカーに犬は、長島優の短編小説、および同作を原作とした2007年6月に公開された日本映画。母親が家出した家庭に突如入り込んできた主人公、陽子と10歳の少女、カオルの心の交流を描いた作品である。長島優は本作で第92回文学界新人賞を受賞し、デビューした。 文学界2001年6月号に掲載され、第125回、芥川賞の候補になった。猛スピードで、母は、二収録。2007年に、竹内結子主演で映画化された。竹内が破天荒で、勝値な広いを演じ、新境地を開いた。根岸義太郎によって映画化。2007年6月23日に公開された。1980年代の夏。 キャリアウーマンとして、精力的に、不動産会社で働くカオルは、父と暮らしていた弟に、自分の結婚式に出てくれと頼まれる。ふと、憧れの女性、ヨーコを思い出す。20年ほど前、家出していた母と入れ違いのように家にやってきた、ヨーコは、ドロップハンドルの自転車を借り、タバコを吹かす。母とは、正反対の豪快な女性だった。彼女は、 カオルのために食事を作り、コカ・コーラの味や流行りの音楽を教えてくれた。犬を見て、犬がいいのか飼い主がいいのかという不思議な問いをしてくる。そして、互いに尊敬し合う友情の存在も。だが、父とのいさかいの末家にいられなくなったよう子は、最後の夏休みに付き合ってくれ、とカオルを誘うのだった。ありがとうございます。